ビッグホーグ。はい、ちんちゃん。ごめん、ミドルタイム負けた。負けた？いや。なんで負けるの？ゼロ対二、サイドを交代します。ちょっとレベル高いよね、やっぱり。敵もね、常にうまい。うまいよね。うん、でも古来よりビドーメーカーって攻めの方が強いって言われてる。それはそうなんだけど、次負けた。位置が悪かったんだよな。だからやっぱ防衛ってクソなんだよな。ミサキャピ？あ、それシール阻害入ってる。あ、ミド変わった？変わってない。ああ変わったのかな。変わったね。大したことねえなって言ってんね。そうなの。上にいんの。やべ。そこ入った。それか。これよ、手先も自動なんていらん。いらない。DPS なのにこんな775の体力やばぞ。やばいぞ。ああ。うん、こい。うわあ！
え、終わった、わたわた、うわーっつって、なかなかうまいな相手も、うん、やっぱ DPS が一番おもろい。ヒョンは DPS 一番おもろいっていうか DPS しかできん。そんなこと言ったら俺はヒョンがとの感じなら、俺はオーバーウォッチのおの字も知らないんじゃないか。え、ヒョンって昔ランク一桁のアカウント3つあったの。うん、え、何それ、何位を独占したの。1位、2位、3位。でも1位はだってあれでしょ、あのロードホークの KR のさ、ロードホーク5000でしょ。ずっとなんだっけ、6人でパーティー組んでやってたよね。そう、俺も引き殺されたことある。恐ろしくやってないか。3位、4位、7位だったの。そうなんだっけ、覚えないんだよ。あんたどんだけ強いの。何それ、3位、4位、7位。ずっとランク上がったらさ、やっぱバッチングする時間ちょっと長くない。あ、まあそうだね。で、新しいアカウント作って、ってマッチング早いっつってやって、うん、気づいたら3、4、7。ああ、3、4、7だったっけ、覚えてない。誰かこれちょっと本気でルシオやるね、一回。俺ちょっとプロ時代思い出して本気でやるわ、ルシオ。はい、ヒョンにバカにされないように。やべ、ドゥーム痛え。ファルス、うわ、危ない。あ、いや、ちょ、ノノ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 ノヒール。オーマイガーシュ。そっち人数一人いないから。うまいかな、ここ。どう、ちょっといい、トレイサー、キャピキャピキャピ。毎回、あー、でもナイス、抜かれてんのか。ナイス、さすがにね。待って待って、死なないで。あれっす、今マジか。切るか切るか切るか、ノーシフト。前前前行っちゃっていい。やったやった、オッケー。よいよ、やっちゃった。ピョン、でも相手うっと使わしたのか、わざと。
ワン、おい、はい、ローリング。これ何も使わないで一回死にたいな。避けてる避けてる。あと痛ぇ。はい、ヒョン死んだ。はい、ヒョン死んだ。なんか言ってない？ん？まあ味方がね、俺らの邪魔気に、なんか暴言してる。暴言してんだ。なん、誰に？俺に？いや、邪魔気に。ああ、なんだ。いっちゃん下手なやつがなんでそんな。そうかって。勝っても怒るんだ。そう、怒るんだよ。ナイスとかじゃないんだね。そう、勝ったのに。勝ったのに、お前のタンクマジゴミやわみたいな。そう、そういうことすごいな、それ。